はい、皆さんこんばんは、七瀬です。今日はこちら手話の MV88 ビデオキットを、開封したばっかり でこれを組み立てながらこちら、同じ MV88 の、コンデンサーマイクなんですが、こちらちょっと、だいぶ使ってて、はい、ではこの MV88 の iPhone に挿すタイプの、コンデンサーマイクからこのビデオキットにした理由なんですけど、まずですね、これは iPhone に今こんな感じに挿すんですけど、モニタリングができないんですよ。そう、こっちはイヤホン挿すジャックがあるので撮りながら聞くことができるんですけど、こっちは聞けない。例えば弾き語りの時とか、あとは音の微妙な、なんて言うんだろう、イコライザーをいじったりとか、高い低いっていうのを調整したり、どういう風に録音するのか、この辺を撮るのか、この辺を撮るのかっていうところで、調整を聞きながらして録音しながら、微調整することができるっていうのがいいなと思って、はい。あともう一つは、iPhone ってみんなカバーしてるじゃないですか、こうやって。でも使おうとするとこうやって、もう一回一回この結構硬いカバーを取って刺すっていう風にしないと、ちゃんとしっかり接続ができなくて、そう、それがちょっとめんどくさいなっていうのはあったんですよね。でこの生身でどこかに置くっていうのがちょっとまだ私は抵抗があって、ちょっといつかまたこれをね、売ってね、新しい iPhone 買いたいなって思ってるんで、あと、これはだいたい1万7000円ぐらいかな、 Amazon でそれくらい、1万7000円から2万円ぐらいするんですけど、三脚とかはついてないですよね。こっちはビデオキットはついてます。だからこういう風な別の三脚を買わなきゃいけないっていうのと、あとここの iPhone クリップ、iPhone をこうやって挟むやつも別途買わなきゃいけないです。はい。で私はこの形でいろいろと、仕事でも使ってたんですけど、これでインタビューしたりとか、はい、いろいろしてましたという感じですかね。あと MV88 も MV88 のビデオキットに共通して言えるのは、この一方向、反対側まで録音できないんですよね。直接挿す方はこれだけ90度動くんですけど、ビデオキットの方は動かないです。上にも下にも行かないで、変えるのであればこれ取って根元から変えるしかないっていう感じですね。うん、これがなんて言うんだろう、このマンフロットの雲台みたいにじゃないけど、向きを自由にその場で変えられたらめちゃめちゃいいなって思うんですけど、はい、今のところは、向きは変えられないっていう感じですね。でこのままマイクみたいにして使えるっていうのが結構便利でした。三脚つけて置きっぱなしっていうシーンの方が多かったんですけど、この直接刺してこっちをなんかマイクのグリップみたいな感じで自分で喋ったり、あと人に喋ってもらう時とかにこういう風に普通にマイクみたいにして使えました。あとはこっちのビデオキットのこのケースもめちゃめちゃいいんですけど、このケースもね本当に良かったです。この形のまま新品の状態からここに入ってたんで、しかも結構硬いんです。これへこまない、へこむ、なんかへこむ感じがない、すごく丈夫です。で、このままリュックにポンって入れてても何も本当に心配ないっていう感じでしたね。まとめとしてもう一度このビデオキットのいいところを言うと、まずはこのモニタリングができるっていうことですね。はい、そしてこのめちゃめちゃスマートなケース、もうくるくるくるってしてパチッて止めてリュックに入れて、録音したい時にパッて取り出して簡単にセッティングして、はい、旅には本当にいいんじゃないかなと思います。
そしてやっぱりこのマンフロットの三脚がついてるっていうのが本当に激アツですね。はい、これ単品でも多分数千円しかしないんじゃないかな。うん、これがセットでついてるっていうところ。はい、でここの iPhone クリップのやつも結構いいやつで、やっぱりマイクの性能っていうのはやっぱ手話なので本当にやっぱりいいですよね。今撮ってるマイクはディエティっていうところの D4 Duo D4 Duo ってやつなんですけど、これも結構クリアに撮れてる感じはあるんですが、まあ、やっぱりさらにどういう風に撮るのかっていう調整ができたり、あと低音がしっかりあったり、まあ、全体的に立体感がある音だなっていう風には思います、手話のマイク。この2つの比較ということで、ちょっと風が強いところとかノイズがいっぱいあるところとか、あと家の中でもちょっと音の比較っていうのを簡単にしてこの動画を終わろうと思います。はい、今は MV88 プラスビデオキット、はい、こちらの音声です。いかがでしょうか。ステレオモードで60度の角度で録音しております。はい、 MV88 プラスビデオキットの音声です。はい、では今はこちら手話の MV88 の音声です。先ほどと同じ設定ですが、音声の方いかがでしょうか。こちらは MV88 のiPhone に直接挿して使うタイプのコンデンサーマイクの音声です。こちらも室内で撮っております。いかがでしょうか。海のところに来たんですけど、すっごい今日夕日綺麗、夕日めっちゃ綺麗。はい、今はウィンドジャマーつけないで純正のスポンジのカバーがついてます。で向きは、はい、自分のが喋ってる方に向けてます。風の音とか声の聞こえ方いかがでしょうか。はい、じゃちょっと波の方に向けてみます。今ウィンドジャマーをつけた状態で顔の方にマイク向けて波の動画撮ってます。音聞こえますか。はい、今は MV88 ビデオキットの方で録音してます。マイクは自分側の方に向けて撮ってます。音声の方いかがでしょうか。ウィンドジャマーはつけずに純正のスポンジのやつだけついてます。はい、じゃあ反対側向けて波の音撮ってみます。今は MV88 のビデオキットの方で、自分の顔の方にマイクを向けて録音してます。ウィンドジャマーしてる分風の音がないですね。うん、割れてない。波の音はいかがでしょうか。まあ、やっぱ外での録音ってやっぱウィンドジャマー必須ですね、これは。はい、今この綺麗な夕焼けを見ながら歩いてる、来た。はい、今モニタリングしながら聞いてるんですけど、風の音はほとんどないですね。はい、モニターの方も、まあ、レベルが赤に、まあ、振り切れる時もあるけど、まあ大丈夫ですね。風が結構今強く暗くなってきて吹いてきたんですけど、音声の方いかがですかね。
はい、あ、かわいい鳥さんがいる。そう、こう波打ち際でこのチュンチュンしてるこの こいつらはねえ、めっちゃかわいいんだけど。今ウィンドジャマーつけてみました。逃げてる。はい、波の音いかがでしょうか。ちょっと今日はこの夕焼けと、この夕焼けとこの鳥さん撮れたから満足です。